パリ五輪出場を目指す眞鍋ジャパンにとって、五輪6大会連続出場への切符をかけた最後の戦い、ネーションズリーグ。第2週を終えて世界ランク6位につける女子日本代表は、いよいよ12日から、運命の第3週、福岡ラウンドを戦う。パリ五輪に出場できるのは男女各12カ国で、女子はすでにトルコ、1位、ブラジル、2位、ポーランド、3位、アメリカ、5位、セルビア。 8位、ドミニカ共和国11位と開催国のフランス19位を含めた7カ国が五輪出場を決めている残り5枠はネーションズリーグの予選ラウンド終了時の世界ランキングによって決定日本が出場権を獲得するには福岡ラウンドが終わった時点の世界ランキングがアジア・オセアニア地域で最上位または出場権未獲得の国のうち上位3位以内に入る必要がある 第2週を終え、日本の世界ランク6位はアジアで最上位。予選最終週を福岡で戦う日本は、12日に韓国、38位、13日にカナダ、10位、15日にセルビア、8位、16日にアメリカ、5位と対戦する。今大会は1試合ごと、さらにセットカウントにより、ランキングポイントが大きく変動。 アメリカ戦以外は日本より下位のチームとの対戦となるが、下位のチームに敗れると、ランキングのポイントが大きく引かれるため、負けられない戦いが続く。日本のランキングポイントは329.62位。アジア最上位枠を争う中国、7位は327.57で、その差は2.05とわずか。中国は、第3週、香港ラウンド、2、ブルガリア、 23位ドイツ12位トルコ1位ポーランド3位と戦う。ランキング上位2チームとの対戦を残していることもあり結果次第で世界ランキングが日本と入れ替わる可能性もある。